中国で人生を左右するともいわれる全国統一の大学入学試験高考が始まりました。受験生は過去最多となる見通しです。試験会場となっているこちらの学校に続々と受験生たちが入っていきます。中国の大学入学試験高考は7日に始まりました。今年は過去最多となる1291万人が受験登録を行っていて、会場前には多くの保護者が応援に集まりました。一方、中国政府の最新の統計では24歳以下の失業率は新型コロナなどの影響で 20.4% と高止まりしています。中国メディアは大学卒業時点での就職を諦め大学院への進学を選ぶ学生が増えていると報じています。